ここがジオフロント B 区画か。見たところ A 区画と変わらなさそうだけど。データベースによるとクロスベル市の水道施設を管理している一角のようですね。問題の第8制御端末は上層のどこかにあるかと思います。メールの内容を見る限り私たちを待ち受けている可能性が高いかもしれないわね。本当に話があるのか、それとも罠か何かなのか、用心しといた方が良さそうだ。ああ、慎重に進んでいこう。さてと、キャッ！先生可能、始めましょう。やめた！私の番そこ！行くぞ！チャンスです、皆さん。お願いします。分かったわ。了解。ターン、そこ、トン、行くぞ行くぜ。おととい来やがるってな。先生可能、始めましょう。やめた！任せてくれ。せいはっ、ええ、キャッ、チャンスです。皆さんお願いします。了解。ええ、おう、ええ、キャッ、任せろ。任せてくれ。さて、そこ、俺の番ね。おととい来やがれってな。上げていこうぜ。はい、私の番です。エニグマ駆動、私の番ね。行くぞみんな、一気に行くぞ。俺の番だな。ほらよ、駆動。
はい。ドライブ開始。行くぜ。そこだ。よし、もう大丈夫だ。バックを取られた。気をつけろ。了解です。行くぞ。させるか。はあ。ソケット。ドライブ開始。行くぜ。おうら。行くぜ。ほらよ。行くぜ。こいつはどうだい。はあ、クリムゾンゲイル。よし、さあ行くぞ。タイガーチャージ。行きます。エニグマ駆動。行くぞ。行くぜ。
この音楽は。どうやら誰かいるみてえだな。おそらく第八制御端末はこの先にあるのではないかと。ということはこの先にインとハッカーが。とにかく中を覗いてみよう。インがいるかもしれないから、みんな気をつけてくれ。と今日も荒稼ぎするかね。まずはラインフォルト社の新型鉄道車両のスペック、それからベルヌ社の高級スポーツ車のスペック、へー、 ZCF では新しい型の定期飛行船を開発してんのか。オーバルギアの開発といい、あそこも相当飛ばしてるよな。あれってどうやらインではないみたいだけど。なんだあのガキは。やっぱり。しかしインの旦那もアルジェムの結晶とは気前がいいよな。このサイズだと1万ミラくらいにはなるんじゃないかね。明日あたりにラインバリで解禁するかね。イオームのおっさんのところで新型のパーツも買っておきたいし。それにしても旦那も無駄なことするよな。あんなメール送ったところでここまでたどり着けるわけないじゃん。このヨナ様の足取りを追えるやつなんてゼムリア大陸探してもいないっつーの。それはどうかな。な、どうやら君がハッカーみたいだな。おいおい、まだ本当にガキじゃねえか。なんだあんたら。まさかインの旦那が言ってた特務支援課かよ。なあ、その通りだ。どうやらインとは本当に面識があるみたいね。いや、ありえるもんか。この天才ヨナ様の足跡を追ってここまでたどり着けるなんて。相変わらずですね、ヨナ・セイクリッド。ディオプラトン？どうしてここに。それはこちらのセリフです。財団を出奔したあなたがどうしてこんなところに。ディオ、知り合いなのか。エプスタイン財団の同じ研究所にいたことがあります。もっとも専門が違ったのでそれほど親交はありませんでしたが。そうか、あんたならあのモードを使えば僕の功績を追えるはずだよな。もう分かってたらもっと念入りに仕掛けたのに。爪が甘いですね、ヨナ。そんなことだからいたずらをして財団に大損害を与えるんです。うっせえな。なんだその大損害ってのは。彼は幼少から財団の研究所でシステムエンジニアとしての英才教育を受けていたのですが、いたずらがひどく、ある時研究成果の一つを台無しにして大損害を出してしまったんです。そしてそれを怒られるのが嫌で出奔してしまったらしくて。なんだそれ。どんな理由かと思えば。やれやれ、見たまんまのガキってわけか。言いたい放題言いやがって。ティオプラトン、財団に告げ口したりすんなよ。したらあんたの恥ずかしい秘密を動力ネットにばらまいてやるからな。どうぞご勝手に。別に知られて恥ずかしい秘密なんてありませんし、あったとしてもあなたに捕まれるような隙は見せませんし、ネットにばらまかれたとしてもすぐに対処できるでしょうから。ティオスケの方が完全に役者が上みたいだな。それでヨナと言ったな。君はどうしてここに。一体何をしているんだ。せえな、あんたにそんなことを話す義理は。答えなさいヨナ。この場所にたどり着かれた時点でゲームはあなたの負けです。
分かったよ。僕はな、今このクロスベルで情報屋をやってるんだ。情報屋？おいおい、ガキには似合わねえ言葉だな。今時の情報屋は年なんか関係ねえっつうの。このクロスベルにはとにかくいろんな情報が集まってくる。帝国、共和国、リベール、レミフェリア、レマンからアルテリアまで。それに加えていろんな会社や国際企業の支社なんかも多いしな。そういったところの情報が動力ネットを通じて流れるんだよ。まだセキュリティ意識も低いから美味しい情報を食い放題ってわけさ。それってどう考えても違法じゃないのか。いいえ、まだ試行段階なので取り締まる法律はありませんね。いずれ法制化は時間の問題かと思いますが。ま、このクロスベルはそこら辺も甘そうだしね。財団のラボも飽き飽きしてたからここで情報屋を開いたってわけ。お得意様もかなりいるし、がっぽり儲けさせてもらってるぜ。やれやれ、世の中舐めてやがんな。しかし私がクロスベル警察に出向してたのは知らなかったみたいですし、そうそう、情報屋としては甘いのでは。仕方ないだろ、僕だってクロスベルのことを全部は把握してねえんだし、キティの相手だってあるからいろいろと忙しいんだよ。キティ、こっちのことだっつうの。ちょ、まさかあんたがキティじゃないよな。いつクロスベルに来たんだよ。質問の意味がわかりませんが、私がクロスベルに来たのは2ヶ月ほど前のことですね。だよな、ハッキングの癖も全然違うし。ん？話はよくわからないが、そろそろ答えてもらおう。インとはどういう関係だ？あのメールを送ったのが君なのは確かなんだろ？なぜあんなものを送った？まあいいか。ほらよ、受け取りな。これはインからの伝言。インの旦那からの依頼でね、あんたらにメールを送ってここにたどり着けたらそのカードを渡せって言われていたんだ。まさか本当にたどり着くとは思わなかったけどな。なるほどな。そんじゃお前、インってのに何度も会ったことがあんのか。ああ、お得意様の一人だぜ。たまにここに直接来てはいろいろ情報を買ってくれるんだ。ま、こんな変な依頼を引き受けたのは初めてだけどな。ここにインがどういう人物なんですか？いや、いつも黒衣をまとって仮面をつけてるから知らねえし。なんでもカルバードの東方人街の伝説の殺し屋なんだろ。かっけえよな、クールだぜ。クールって、やれやれ、怖いもの知らずな小僧だな。でもインが私たちを誘っているのは確かみたいね。何か話したいことがあるような文面だったけど。ああ、そうみたいだぜ。何の用事かは知らないけど、あんたたちを試したいんだとさ。へ、随分とふざけた犯罪者じゃねえか。しかし、この星の塔というのは何のことなんでしょうか。何かの暗喩みたいですけど。星の塔、どこかで聞いたことがあるような。もしかしてクロスベルの郊外にある星見の塔のことかしら。な、ウルスラ街道の途中に見えるあの中世の塔のことか。おいおい、あんなところまで俺らを呼び出そうってのか。でも他に手がかりはないわ。ここは行ってみるしかないんじゃないかしら。ああ、俺も賛成だ。準備をしたらすぐにでも南口から出るとして。問題はこの小僧をどうするかってことかね。なんだよ、もう僕に用はないだろ。あのな、このジオフロントはクロスベル市の施設だ。どう考えても不法占拠だろ。ふん、使われてない場所を有効活用して何が悪いってんだ。
それにジオフロントを勝手に利用しちゃいけませんって法律はないはずだぜ。そういうのをへりくつって言うんだ。それにこんな場所で暮らしていたら危ないでしょ。魔獣だって徘徊しているし、食生活にも問題ありそうだし。ですね。宅配ピザの箱ばっかりですし。というか、まさかここまで運んでもらっているんですか？なわけねえじゃん。ゲートを出たあたりまでいつも届けてもらってるんだ。それにこのすぐ先に出口近くに通じている排気ダクトがあるからな。そっちを使えば安全に出られるってわけさ。ダメだこいつ、引きこもる気満々じゃねえか。はあ、こっちも忙しいからこの場は見逃すけど、あんまり悪さをしたりやりすぎたりするんじゃないぞ。恨みを買って危ない目にあったりするかもしれないんだし。そうね、それも心配だわ。はっ、そんなヘマするかよ。ま、あんたらも欲しい情報があったら来なよ。ただし僕は高いぜ。安月給の新米警察官なんかに払えるとは思えないけどね。こいつ。まあまあドイドさん、いざとなれば私がここをハッキングして必要な情報をもらえば済みますし。おい、まさかこんな場所で暮らしているなんてちょっと放っておけないな。ええ、まだ日曜学校に行ってそうな年みたいだし。ティオちゃん、彼はいくつなの？確か13だったはずです。私の一つ年下ですね。うん、なんとか財団の方で引き取ってもらった方が。でも大損害とか言ってたし、逆に知らせない方がいいのか。放っておけって、したたかそうなガキだったし、あの様子じゃ行動力もあんだろ。まあ天才的な頭脳を持っているのは確かですね。ちょっと抜けたところがあるので、専門外の私にもつけ込む隙がありますけど。あなたも苦労症ね。とりあえず彼のことは気にかけておきましょう。定期的に訪ねてみるのもいいかもしれないわね。ああ、そうするか。まあいい、それはともかく。インカ、どうやら星見の塔で待っているみたいだけど。確かウルスラ感動の途中から見えた塔ですね。どうやって行くんでしょう。確か街道の途中に森に入る脇道があったはずだ。そっちの先にあるんじゃねえか。そうね、いずれにせよ準備を整えて向かった方がいいでしょうね。ああ、罠の可能性だってある。万全の準備をして出発しよう。
ー。